佐藤雄平が蹴ります。インスイングのボールになります。正面ヘディングすらして決めた。先制点は東京ヴェルディ。セットプレーから2番の若さでしょうか、押し込みました。32分というところでしょうか。フリーでしたね、手前ですらしたボールがそのままゴールネットを揺らしています。佐藤雄平選手もいいボールですね。これ触ってくださいというようなボールですし、はい、その前もフリーキックコーナーあったんですけれども、両方ともいいボール蹴ってましたからね、感触も良かったんでしょうね。今日もニアですらしてそのままゴールネットを揺らしています。